この日以来、時子は激しく暴れることはなくなった。しかし、それは体中の機能がなくなりつつあることでもあった。何も口にすることができなくなって数ヶ月、衰弱は相当進んでいた。そして、発病から8回目の春を迎えようと、月日は穏やかにゆっくりと流れていった。おかえり。おお、なんだ来てたのか。まだ早いんじゃないか。そもねにね、準備頼まれてね。なに、またパチンコ。ああ、ちーとも出やせん。他にやることないの。まあ、旅行に行くとかさ、お金もったいないじゃない。どうせ負けてばかりなんだから。はっ、ジジイママと一緒にいて何が面白いんじゃ。それこそお金の無駄じゃ。可愛いギャルでもいれば喜んでいくけどな。自分だってジジイのくせ。まだまだ現役ですよ。あら、そうですか。いや、ちょっと。なんかおっしゃいましたか。はい、いえ、元気そうで何よりですわ。はい、よし、こんなもんかな。はあ、これはまた随分でかいの。うん、明日ときれいの誕生日だからね、うん、好きな花いっぱい飾ってやろうと思ってさ、うん。おい、子供たちは？あ、買い出し、たくさんあるからね。しかし、なんで今日なんだ？誕生パーティーなんだから明日やればいいだろう。誕生日の前倒しなんてあんまり聞かんぞ。だから何度も言ってるじゃない。明日は日曜日だから大騒ぎするんなら今日がいいの。でもって明日みんなで病院行こうって。ボケちゃった？ボケちゃったって。大騒ぎするならお前の店でやればいいだろ。いやだ、狭いし面倒だし、ここが落ち着くの。何よ、自分が一番大騒ぎするくせにさ。しません。絶対絶対死んだばあさんに誓ったのか。チンコ出さない。出さ、保険。おお、いいぞ。いくらだ？10万。10万ってなんてリアルな金額だよ。どうすんのさ。あ、チンコ出すのか、あ、10万出すのか、どっちにしても出すのかよ。お願い、今月ピンチなのよね。ちょっと貸してよ、お父様。2回までなら許すから。なんだよ、そこかよ。ただいま。あれ、他の人は。お、来た来た。おかえりおかえり。めぐみ、大丈夫か、お前。大丈夫、だって順調です。またこれ、いっぱい随分買い込んできた。どんちゃん、そんなにまた台所持ってきてね。はい。ねえねえねえ、チーズって家にあったと思うよ。あ、そう。じゃあちょっと探してみてくれる？ねえ、お父さんは？自分の部屋で何かやってたわよ、一生懸命。ねえ、飲み物とか買ってないけど、どうすんの？あ、お店から持ってくんだよ。みんなそんなことして。業者に行って持ってこさせんのよ。こっちはどれだけお酒買ってやってると思ってんの？たまには寂しさってだけで。そうね。そろそろ来る時間ね。ねえ、ちょっとお父ちゃん借りていい？どうぞどうぞ、お好きなように。たんちゃん、たんちゃん！おい！なんでそんなにいっぱい持ってんのよ。ちょっと、お店まで付き合ってくれるお酒が来んのよ。また荷物持ちですか？カメラ買ってあげたでしょ。参りましょうか。じゃあ、行ってくるわね。食材整理しといて、もうすぐ友姉も来るから。はい。じゃあ、行ってまいります。行ってらっしゃい。おお、大丈夫か。あ、じゃあ、わしも何か手伝おうかな。お願い。よしよしよし。やめなさい、こら。わー！返しなさい。何走っとる。いいじゃない。返しなさい、サオミ。サオミ。お父さんがね、白大さんだって。あ、待って待って、返しなさい。しかし、違うでしょ。あ、ちょっと、お前たち。ダメー！ダメー！もしも、てんてんてん丸、1年3組、柴崎正雄に。1年って書いたの？ほら、書いてないけど。あら、めぐみ。もしも天国があるのなら、そこで君と会えるのなら、もうそれ以上望むものなどないよ。初めて出会った時から本当は分かっていたのさ。もう君なしではいられなくなるだろうってことを。どんなにまっすぐに君を見つめても、まだまだまっすぐが足りない気がしていた。あの時から自分を好きになれた。君を選んで本当によかった。心からありがとう。